大変長らくお待たせいたしました。本日もファイプロ実況の時間がやってまいりました。さあというわけで波乱含みの510人トーナメント、前回の続きやってまいりましょう。今回がシャープ26ということで、現在は予選 F ブロックの1回戦、今日で1回戦全部終わるかなということで、第12試合からやってまいりましょう。まずはハンス・シュミット対高岩隆一というわけのわからない、タイムスリップ対決を見ましょうかね。新旧対決お届けしてまいります。試合開始です。初めてご視聴いただく方ありがとうございます。この動画はファイアープロレスリングワールドの Steam 版、PC 版のコンピューター同士の対戦、いわゆるロジック対戦にアーダコーダと実況をつけて遊んでいる動画です。各ファイプロ団体ワールドマニアックレスラーズ、通称 WMW のオーナーである私、マスクド西岡が実況を務めさせていただきます。というわけで今回は各ファイプロ団体 WMW 2017年から始まり、2017年7月でしたかね、そこからスタートして約3年半、ずっとね、4年半って間違ってましたけど、この3年半ほどの間にエディットしてまいりました512人、まあ、決して多いとは言いませんけどね、まあ、こだわって作ってきた512人を一回全部集めてやってみようかということで、トーナメント形式で、さすがにねリーグ戦ではもういつ終わるかわからないですからね、トーナメント形式で512人を一堂に会し、ナンバーワンになったり、そう勝ち上がったりするのがナンバーワンということになる企画でございます。512人を16のブロックに分け、各ブロック32名参加のトーナメントを開催。32名で、組まれたトーナメントで勝ち上がったレスラーを16名、これで決勝トーナメントを開催し、優勝したレスラーがナンバーワンという企画でございます。試合ルールにつきましては、基本ノーマルルールの時間無制限一本勝負、クリティカルの発生率が高くなっているのと、砂漠レフェリーである阿部志郎レフェリーのカウント速度、カウントスピードがとにかく速い、移動スピードも速いということになっております。さあということでね、やっていきましょう。ハンス・シュミットですね。ハンス・シュミットね、一言だけなんですよね。シュミット式バックブリーカーを作ったレスラー、それだけです。まあ、開発者と言ったらいいんですかね。まあね、それ以外にも多分何かいっぱいあったんですけど もうそれしかもう覚えてないので、いや今になってはちょっと調べてから喋れよということを思ったんですけども、あとの祭りですからそのまま突っ切ろうと思います。シュミット式バックブリーカーで試合を決めることができるか。もちろんね、でもハンス・シュミットの試合はね、確かね白黒で見れたんですよね。でもちろんシュミット式バックブリーカーをフィニッシュとして用いるレスラーであることは分かるんですけども、それ以前に試合の組み立てを、まあ、荒っぽい感じで、まあ、昔ながらというか、ああいきなり出ましたね。さあシュミット式バックブリーカーからカバーに行くと、まあこれでフィニッシュに行く気満々だということが伝わればいいかなと思います。まあ、意外とパンチとキックで試合を作る荒っぽい感じのラフファイトでね、なんかエディットする時の前知識というか、シュミット式バックブリーカーだけとりあえず装備させておいたらいいのかなみたいなことを思ってたのを、その試合の動画を見て、実際の動きを見て、ちょっとこうなんていうんですかね、改まったというか、あそれじゃいかんなというようにことを思わされたっていうのがなんか記憶に残っておりますが、それ以上の記憶がございませんので、次に行きたいと思います。対するは高岩隆一ということで、ご存知新日本プロレスの一時代を築いた、ジュニア戦線と言ってもいいでしょうかね。大谷慎二郎、重心サンダーライガー、エルサムライ、金本浩二で、この、高岩隆一、剣道家臣、この6人ぐらいがなんかせめぎ合ってたイメージがめちゃめちゃありますよね。まあでもそのまあでもというか、その新日本プロレスだけじゃなく、そのやっぱりヘビー級とジュニアヘビー級っていうのがこう比べられる、メインはヘビー級っていうような時代に、なんとかジュニアヘビー級でメインを張れるような、ジュニアヘビー級に光が当たるような
ことをしたいっていう獣神サンダーライガーの熱い思いが、いろいろあったんじゃないかなと思いますね。高岩さんも今もまだフリーで01とかかなに上がってるんですかね。ちょっと最近なんかお見かけしないような気もするんですけども、まだ、現役レスラーとしてパワーファイターとして活躍されています。まあ、ジュニアヘビー級のその新日本プロレスに今挙げた6人の中では、ジュニアヘビー級の規格外ぐらいのパワーファイターで、パワーボム系ですよね。餅つきパワーボムとか、デスパレーボムとかね、ああいうこうパワーファイトが身上だったということで、まあその辺が、他のレスラーとのこう色分けといいましょうかね、があったということで、この高岩隆一も決して、なんですかね、僕は嫌いじゃなかったというところですかね。まあ、あの一時期ね、こう大谷とかね、金本浩二がね、なんかあんまりにもそのなんか対戦相手を見下すような、リスペクトしない感じがちょっと嫌になったことがあったんですよね。そういう中でこの高岩だけは、そういうのをせずにいてくれるよなって思ってたっていう、その高岩が好きだった理由みたいなのがありますかね。まあ、そういう鎌倉レスラーの方が僕はなんか好きっていうのがあるんですよね。まあ、それもあのコロコロ変わったりしますけどね。さあというわけで試合の方に集中していきましょう。いつの間にやら12分ということで、体格差で言うとやはりハンスシュミットが大きいんですよね。これ多分 L、 高いは多分 S なんですよね。でハンスシュミット L ぐらいの体格ありそうな気がしますね。ちょっと大きく見えるので、その体格差がそう何を生むかという。おお、シュミット式バックブリーカー、ああなるほど、シュミット式バックブリーカーから投げていくという荒技ですね。まあこれはあのシュミット式バックブリーカーが一つしかなかった、卓一っていうんですよね。僕一択ってずっと言ってたんですけど、シュミット式バックブリーカー卓一ではなく、他に何かないかとなったらあのバックブリーカーからの投げるっていうのがあったんで、あれもまあ一応、つけとこかいなぐらいの意味合いでつけたと思いますね。さあパワーボム、おーこれは餅つき、このねこのねあのねあのもう一回あのご存知ない方はじっくり見ていただいたりと、もう一回ね巻き戻してというか、あのシープバーで戻していただいたりと思うんですけど、餅つきパワーボムの時にね、やられてる側のレスラーがねこう持ち上げられる時に一瞬高い輪の、だからハンスシュミットが今技を食らってましたから、ハンスシュミットが、持ち上げられた時に一瞬だけ高岩の手を持つんですよね。プロレスとはこう 共同作業だなってこう思う瞬間なんですよね。これをね別にファイプロではやらなくてもいいんですよ。それをやってるのがね、このスパイクチューンソフトに集まったこのファイプロワールドをずっと作り上げた方々のプロレス愛を僕は感じるんですけどね。まあまたね後で、餅つきパワーボム系が出たら見ていただいたら、もしくは先ほどの場面を見ていただいたら分かるんですけどね、一瞬手がねこうグッといくんですよ。だから起き上がりやすくするように、相手の技もかけやすくするようにやられてる側が、ちょっとこう固定するというか、その辺がね、それがずっとじゃないんですよ、一瞬なんですよ。ちょっとだけ手を添えるぐらいのね、フォームを作ってるんですよね。うん、それがちょっと僕は嬉しいなと思いますが、ね、皆さんはいかがでしょうか。さあというわけで試合時間間もなく17分、結構熱戦となってきましたね。一歩も引かない、これはナチュラルな部分のハンス・シュミットがスタート。いやーまさかまさかの、これでもねハンス・シュミットね実際に多分やってたか、まあ腰にダメージを与える一環でなんかやったかが残ったかみたいな感じですかね。試合時間17分0秒、ストマッククローでハンスシュミットが高岩隆一からギブアップを奪った試合でした。まあオールドレスラーが勝ったことはまあ一つ嬉しいのと、オールドレスラーだからこんなフィニッシュもありかなということですかね。
さあ次の試合に淡々とやっていきましょう。本日の2試合目、ザ・ロック対中心サンダーライガーということでね、高井は敗れた後、中心サンダーライガーそのなんだ、リベンジを果たすことができるかということですかね。いきましょう、試合開始です。さあというわけでロック様ですよ。この間ね、何のあれやったかな、ツイッターかなんかプロレスニュースをまあいつもこう調べるサイトかを見てた時やったかなんかわからないですけど、ロック様が、娘、まだ多分低年齢、日本でいうところの未就学児、まだ幼稚園ぐらい、もうちょっと大きいかなぐらい、女の子の、髪の毛をなんか解いてあげるというか、セットするというか、三つ編みにするみたいな、なんかしてる仕草の、なんか二人の微笑ましい写真がツイッターかなんかに上がってて、でまあ、あのロックの髪の毛がないことをまあなんかこう揶揄っていうか、まあまあ、あのジョークにして、髪の毛、俺も髪の毛のことはよくわからんがみたいな感じかなんかの、そんなんがあってね、ちょっとまあ面白いなっていうのと微笑ましいなっていうのと、まあ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 、そらなすごいわな、もう今はなとかと思ったりね。今はもうプロレスにはあんまり関わってなくて、どちらかって言ったら映画スターという位置づけですが、WWE のことをあんまり知らない、あんまり詳しくない私でも、さすがにロックっていう名前は、知ってますからね。ただめちゃめちゃ好きではなかったんですよね。このエディットする時も WWE の、企画をやるためにエディットして、エディットせざるを得ないぐらいの勢いだったんですけどね。ただまあやっぱり見てみたら、そらスーパースターになるのはわかるわっていうような、成績というか戦いは残してますからね。まあでかっこいいですよね、見栄えがいいというかね。で対するは中心サンダーライガー、もうこちらもご存知ですね、何も特に、言うことはないでしょう、ただロック相手に勝てるかどうかっていうところが、ただねこれね、あのね、ロックも中心サンダーライガーも超メジャー級のレスラーなんですけども、この格ファイプロ団体 WMW ではその特に目立ってすごい戦績というか爪痕というかを残した、大活躍をした記録っていう記憶があんまりないはずなんですよね。まあそんなに、だから別に僕が手を抜いてエディットしたつもりもなくて、そこそこ強いと思ってエディットをしたんですけども、まあまあ試合運び、使う技、タイミングなどはまあまあそんなに悪くないなと思うんですけども、それが戦績に結びつかないというところに来てる2人なんですよね。じゃあその2人が戦ったらどうなるかっていうところが、今回の全く私個人的な、この試合のテーマとでも言いましょうか。あんまり活躍してないレスラー同士でもどっちかが必ず勝たないといけないし、どっちかが必ず負けるということ、勝たないといけないじゃん、勝つことになるし負けないといけないってなったらどうなるのかということですね。果たしてグダグダの試合になるのか、きちんとやり遂げるのか。さあエルボー、まずは決めていく、小手いいですね、こっからお走って、ああいいですね、小手主体のファイトスタイルもできるし、ライガーボムなども見せるし、飛び技もできるしっていうところの中途半端さが、この重心サンダーライガーの、まあ、他のレスラーもね、たまにその話をしますけども、うまくそのバランスよくいった時と、散らかしたことでうまくバランスがいかない、取れてない、ポイントがずれるみたいな感じになるパターンと大きく2つに分けてあるんですけども、どっちかって言ったらそのポイントがずれてる方に行ってるような気がするんですよね、ライガーはね。さあそれが今日はうまくまとまるのか。さあ試合時間間もなく9分というところ、ロックさん、おおいいですね、リング中央で戦ってピープルズエルボーまでつなぐことができるか。さあロックが一気に2回連続で技を決めて、しかもギブアップを狙っていく、これはロックのペースになったか。重心サンダーライガーとしては
垂直落下一発でひっくり返す。さあカバーに行く。問題はカウントいくつ入るか。カウント 2.9 になりましたね。さあいくら安倍素人といえどもカウント 2.9 まで来たら、これは重心サンダーライガーの方にペースが、あー行ったか。ロックがカウント何本まで奪えるか。あーでもあれですね、ロックは倒れませんね。ということはカウント 2.9 奪っている重心サンダーライガーですが、実はロックの方が余裕があるのかというところ。さあこのロックの片方だけ眉を上げているパーツ、じーっと見るとね分かるんですよね。まあ左右ね、ファイプロのよくある問題で、左右が入れ替わるっていうのはもうつきものですからね、必ずどっちがっていうわけにいかないですけども。さあ先ほどまで決まっていた翔帝翔太がついに返されるようになってきたということで、重心サンダーライガーとしては、武器を奪われたが、しかしライガーにはこれがある。ランニングしてからのライガーボム、しかしこれは、この武器はモロハの剣、常にロープとの戦い。さあ何を狙う。ロープに走って、あー翔太を決めていく。ランニング翔帝翔太。さあしかしちょっとスタミナ切れ。さあロックがここから逆襲に移るのか。ラリアット、あーでもドロップキックで返していく。そしてすぐに起き上がる重心サンダーライガー。チャンスはここに眠っているか。いやーカワズガキカワズ落として返していく。一進一退、まだ体力的にはちょっと余裕があるか。お、一度走るの諦めたけどもう一度走って、こういうシーンがいいですよね。こう偶然生まれてる感じのシーンがね。おお DDD で返していく。今重心サンダーライガー返しでいきそうな気もしたんですけどね、ロック様の DDD の方が、有利というか決まったということですかね。さあラリアット、フライングラリアットからのノータックル。さあ組んで、今度は重心サンダーライガーが走る。うーん、あーこれもかわされる。しかしそのまま返す刀でパワーボムホイップ。さあフィニッシュのポーズをして、翔太を組んでから4の字固め。いいですね、この流れは悪くない。さあギブアップを奪える技ではありますが、まだロックはギブアップそう簡単にしない。さあ再びリング中央、コーナーには持っていかない。さあロープに走って再び DDT。 さあこの流れをロックは途切らすない。やー重心サンダーライガー今度走って、おおクロスボディに行く。さあどうだ、カウント 2.9。 さあロックがこれは余裕なのか。そしてあこれは場所がいいぞ、シューティング、いやいやボディープレスか。シューティングスタープレスはさすがにそう簡単には出さへんか。確か装備させてたと思うんですけども、ロジックはかなり低めにしたんですよね。さあドロ、あー一瞬で決まったか。確かそういえば前になんかコメントいただいてましたね、ロックはこの技でフィニッシュはどうなんだっていうね。まあもう決まってしまったものはしょうがないということで、試合時間16分0秒サソリ固めで、ザ・ロックが重心サンダーライガーからギブアップを奪った試合でした。いやーそこでシューティングスタープレスが出ていればというのはタラレバの世界ですが、思っちゃいますよね。まあしょうがないということで次の試合に淡々とやっていきましょう。では本日の3試合目1回戦の第14試合、クラッシャーバンバンビガロ対大仁田篤の試合をお届けしてまいります。試合開始です。さあというわけで大仁田篤ですよね。大仁田篤ね、このコスチュームにするべきかどうしようかね、今回もねエリントリーの時に迷ったんですよね。まああの大仁田篤といえばこのコスチュームでスタート、まあまあもうそう一つ前がありますからね、全日本プロレス時代の大仁田っていうのもあって、で FMW で異種格闘技戦青柳とかと戦ってた時の、この大仁田がいて、でその後革ジャン着て、ジーンズ履いてっていうブーツ履いてみたいなのになったんですよね。だから、まあ、その3パターンがあって、最初の全日本プロレスのコスチュームは僕は用意してないんですけども、
革ジャンは着てないけども黒 T シャツジーンズの大仁田とこれといつもね悩むんですけど、まあ古き良き FMW というイメージで行くならこっちの方がいいかなというふうに、いつも迷いながらこっちを選んでるというようなところですかね。もちろん DDT サンダーファイヤーパワーボムなどで、攻めていきます。まあ、大仁田らしさを追求というほどでもないですけども、大仁田らしさをずっとこうやっていったら突き詰めていったら意外と強くなっちゃって困ったなみたいなところが正直あるのが大仁田というところですかね。この格闘5プロ団体 WW に大仁田をね特になんか作ろうと思ったわけじゃなかったけど、多分大仁田なんかよりもサンボ朝子の方が先に作ってますもんね多分ね。なんかでまあ FMW をなんか再現するにはまあ必要やなというようなことで作ったぐらいですかね。だから多分そんなになんかね今こうやって大仁田敦のことについて熱く語るほどのなんかこう記憶があんまりないんですよね。まあノータッチヘッドバットはいいなとは思いますけどね。これでも大仁田が云々よりもこの技自体が僕が好きなだけであってね、まあ、それを使いこなすというか似合うレスラーとしてはまあまあまあみたいな感じですね。で対するは、クラッシャーバンバンビガロですね。かつて新日本プロレスに登場した、アントニーの木の刺客ですよね。でね、まあ、その当時リアルタイムで新日本プロレスをその朝日テレビ、で見ていて、なんでそうなったかわからないんですけども、そのクラッシャーバンバンビガロがどれだけ強いんだっていうのをなんか示す、まあ、未知の外国人強豪外国人レスラー現るみたいなこう今でいうこう煽り V ですよね、言ったらね、みたいなのをテレビでやってる時に、何やったかな、クレーンっていうんですかね、クレーンの先に鉄球がついてるなんかあるじゃないですか、そういう浅間山荘事件の時に赤軍の人でした、日本赤軍の人でしたっけ、が立てこもったその山荘をぶっ壊すために鉄球でボーンと壁にぶつけるっていうのがあるじゃないですか。あれがね、なんかね、その新日本プロレスの番組の中にその VTR としてね、会場にでもなく、その試合会場の横にそれが出てたら、そんなんじゃないんですよ。ただその煽り V の中にそのレスラークラッシャーバンバンビガロの強さを証明するというか表すためにそれが現れて、なんかねアントニー猪木の写真かなんかをその鉄球でね踏み潰すかなんか、そんなねデモンストレーションみたいな、クラッシャーバンバンビガロは全く関係ないやつなんですよね。なぜかねでもそれをね記憶してるんですよ、めちゃ覚えてるんですよ。あれは一体何やったやろなと今でも思いますけども、まあでもなんかクラッシャーバンバンビガルといえば、まあかつて新日本プロレスに登場した猪木の刺客として、で、ゴムマリのような、体なのにゴムマリのような、飛び跳ね方身体能力を誇る、ね、側転ができるぐらいで何をと思うんですけど、その当時はねうわこれすごいやつが来たなと、こんな巨体で飛び回るんだみたいなことをね思ったというのが正直なところなので、まあ、それをイメージしてエディットしたんですよね。でそんなにだから強くすることを思って作ったんじゃないんですけど、まあ、どっちかというとその相手と、あどうだこれ、あ射程範囲に入ったら飛び技を決める、円錐切りとかをバンバン飛んでいくと、もちろん自爆ダメージ、あこの技ね決まるかもしれないんですよ、ほらいやそれを予告したところで別にやるんですけど、ね一時期クラッシャーバンバンビガロをテストマッチに使ってる時期があって、でこのタワーハッカーボムで作った
ったレスラーをどんどんね仕留められてたっていうね、僕の中でのなんか悪しき記憶があるんですよね。どうにかしてクラッシャーバンバンビガラを倒さなあかんっていうことに、だから新しいレスラーを作ってテストすることが目的なのに、いつの間にか新しいレスラーを作ってクラッシャーバンバンビガラを倒さないといけないみたいなことになったっていう時期がね、実はちょっとあったんですよ。だから今、タワーハッカーボムが出た瞬間に、あ、決まるかもと思ったということですね。はい、まあというわけで大仁田敦、ここにて終了。試合時間10分43秒、タワーハッカーボムでクラッシャーバンバンビガロが2回戦に進出ということになりました。まあ大仁田サンダーファイヤーパワーボム出してたけども勝てなかったので、まあしょうがないというところですかね。はい、というわけで次の試合に行きましょう。今日もリズムがいいですね。さあ、では本日の4試合目になりますね。1回戦の第15試合、エルカネック対透明人間ミステロンですね。エルカネックのこと喋られんな。まあいいか。とりあえず行きましょう。試合開始です。さあ、久々の登場、透明人間ミステロンですが、まず、エルカネック。帝王とかなんか呼ばれるニックネームがあったんじゃなかったでしたっけ、なんか違ったかな、なんか、まあ、あの、多分マスカラスブラザーズ、マスカラスドスカラスを作ったあたりで、なんかあの、そのライバルとして作ったんじゃなかったかな。なんか特になんかこう、正直思い入れがなかったような気がしますが、試合を見ながら思い出したら、まあなんか、あ、言っていきましょう。というわけで対戦相手のミステロンについてですよね。かつて現在男色 DDT で、まあ、あのなくてはならないキャラクターとして活躍する男色 D の、この男色 D のがまだ DDT で、活躍する前、 DDT 入団する前ですよね、学生プロレスを長くやってて、で関西の学生プロレス界では知らぬ者はいない大阪府立体育館を学生プロレスのイベントで満員にしたという伝説を残して、学生プロレスから引退した男色 D の、その後ライター業に就くために、東京に行って上京したってやつですかね。で、まあ、ライターとしての仕事を始める。でそこに、その会社の関係で、取引先かなんとかな、取引先の相手が、プロレス関係の何かをやってて、で、いや実はうちの若いやつ、今度入ったやつ大阪では知らない名がないぐらい、学生プロレスで鳴らしたやつなんですよっていうようなことが、伝わって、でそれやったらちょっとうちでやるイベントに出てくれませんかっていうのがきっかけで、まあその時は別にプロレスラーになることなんて何も考えてなかったけど、まあそう言われたら仕事の関係ですからやらざるを得ないですね、相手の顔も立てるためにっていうようなことで始まったプロレスキャリアのはずなんですね。確かこれはね、昔、これ何度も喋ってますけども、男色 D のさんと一回ちょっとご飯行くことがあったんで、その時に直接お聞きしたことなので間違いはないはずです。でまあそれがスタートで、まあプロレスラーとしてやり始めて、でまあいろんなところでちょっとずつ話題になっていき、でインディー団体からオファーを受けるようになって、そこでやったのがこの透明人間ミステロンとのシングルマッチで、これが高木三四郎の目に留まって DDT からオファーを受けるようになったっていうのが、僕が知ってる男色 D のプロレス DDT への道みたいな感じですかね。でまあこの試合、まあ、あのプロレス界ではよく言う、一流のプロレスラーは大きい相手でもプロレスができないといけない、できないといけないじゃない、一流のレスラーは大きい相手でプロレスができるというようなところ、そのホーキーという動かない相手にでもプロレスを技を仕掛けて、それを見てる観客からはあのホーキーがレスラーに見えるぜって言わせたもん勝ちみたいな感じですかね。でそれを、まあ、その言葉をじゃあもうちょっと飛躍というかさせていったら、じゃあ透明人間、見えない相手でもエアプロレスをして、その当時はエアプロレスとかエアギターとかまだない時代だったと思うんですけども、それをやって観客にこう納得させる、
説得させることができる、まるで透明人間とプロレスをしてるみたいだと言わせれたら、それはプロレスラーの技術技量なんじゃないかというようなことになって、その試合をインディーマットどこだったかな、名古屋の方やったかな、でやってという、まあ、出世試合ですね。で格闘プロ団体 WMW、まあ、私一時期 DDT 男色ディールにハマっていた時期があったので、それがあって、じゃあ透明人間見せたものをエディットしようと、最初はねそれはできなかったのかな、あのこのファイプロワールドが一番最初アーリーアクセス版で出た時はレスラーのサイズを変えることはできるけど、各パーツの、パーセンテージを変えることは多分できなかったんですよね、一番最初は、だから SML で各パーツ腕、頭、体なんかも DL とかって言って選べるんですよね、 S で、S だったら細いで、 M になったらちょっと筋肉質なパーツになるっていうのが多分できるんですけども、それは最初からできたんですけども、じゃあそれも細い版とかできないんですよ。だからぽっちゃりしたレスラーを作ろうとするとお腹がでっぷり、出たレスラーしか作れなかったんですよね、お腹がのっぺりでただ単に骨太っていうのができなかった。でもそれができるようになって、各パーツにパーセンテージという形で表現できるようになった時に、それをゼロにすると、見えなくなるっていうのが生まれて、一時期クラフトモードじゃないわ、スチームのワークショップでそれを活かしたレスラー、例えば顔だけとかね、足だけとか、足だけはないか、まあ、顔だけで戦うレスラーとかが登場するわけですよね。でそういう、あそうか、それができるならばということで、マイナス全部 0% マイナスじゃないか 0% にしたことによって、影は見えども姿は見えないっていうレスラーを戦わせることができるんだ。もちろんきちんと技、パラメーターロジックがあるわけであって、で最初は適当に作ってたんだけども、テストマッチをしてみるとすぐ分かるのが、相手レスラーが宙に浮かんだりするわけですよね。例えばブレインバスターという技を透明人間ミステロンが決めたら、相手レスラーは宙に浮かないといけないんですよね、何の支えもないのに。これはその先ほど言った男色 D のがやった、透明人間相手にもプロレスを見せることができる、やってるように戦ってるように見せることができるということに関して意味反するということで、それなりにこだわったんですよね。だからその当時というか、その最初はすごい適当に作ったんですけども、テストマッチをしていくにつれ、これおかしいよなと、これなんか透明人間相手にリアリティに欠けるよなみたいなことになったっていうのがあってね、結構その時はね凝って作ってたというのもあります。もちろんパーツクラフトも技クラフトもない時代ですからね、もうとにかく妄想と、テスト&トライ&エラー、だけでずっと作ってた。ただ一個だけどうしても乗り越えられなかった壁が、相手にブレインバスターを仕掛けられた時ですね。相手にブレインバスターを仕掛けて切り返された時だけ、どうしても相手が宙に行くというのが今日の試合の序盤で出ましたので、まあ、それだけが未だにその僕がこだわろうとしているところのまだ乗り越えられない壁、もしかしたらまあなんかでね、どうないかしたらアイデアで乗り越えられそうなものなんですけども、今のところ僕は乗り越えれてないというようなことでした。さあ試合の方にやっと注目していきましょう。試合時間16分経過で、さあ透明人間ミステロン、もちろんあんまり強くはないようにしていますが、先ほどからちょっと見せている、エルカネックが誰も相手いないはずなのに一人でケラケラ笑っている、あれが、変な踊りという必殺技ですね。透明人間ミステロンの必殺技なんて何かなくてもいいようなもんなんですけども、一応そうやって設定はしているということになります。マンディブルクローですね、技としてはファイプロワールドの既存の技であるマンディブルグローをそのまま透明人間相手にやると、ああやって変な踊りを一人踊ってるみたいにも見えると、そこに笑い声の掛け声を重ねて
なんかおかしくなっちゃったかなみたいなことに一応ギミックで遊んでるという設定ですね。さあということでエルカネックがちょっと苦戦しつつも、どうなんでしょうね、どっちが勝ってるかよくわからないんですよね。流血しててもわからないし、あのマットが赤く染まっていけばわかりますけども、それもなさそう。スタミナ、疲れぐらい、ふらふら状態もわからないと。とにかく今コーナー付近にいるなということがわかるぐらいですかね。さあしかし先に立ち上がったのは透明人間ミステロンなんでしょう。さあどうなんだ、バックブリーカーを今決めたんですかね。そのまま弓矢固めでどうだ。あそうか、思い出した、エルカネックはこうね相手の腰に一点集中するファイトスタイルだったことを今思い出した。いやー勝っちゃったよ。クリティカルの可能性は高かったですね、今回の確率がね。まあまあ別にねダメなわけじゃないですけども、透明人間ミステロン見えないくせに、2回戦進出。試合時間19分19秒、変な踊りで透明人間ミステロンがエルカネックからギブアップ、クリティカルを奪った試合でした。試合評価 95%、 決して悪くなかったぞということで、いきましょう。では1回戦の第16試合ですね、1回戦の最後の試合となります。さあ最後の切符を手にするのはどちらなのか、真田対テリー・ゴディの試合をお届けしてまいります。試合開始です。さあというわけでね、この架空ファイプロ団体 WMW の、ワールドマニアックレスラーズ、このマニアックという部分については、まあいろんな解釈ができる、まあマニアックはマニアックなんですけどね、この団体を、パイプロ団体というものを立ち上げようと考えた時に真っ先に決めたことは、今時のレスラーよりもみんながあんまり知らないぐらい、知ってるけどもちょっと知ってるぐらいというレスラー、全く知らないっていうのはちょっと違うなと。だからマニアックすぎずでもメジャーではない、マイナーぐらいかなみたいなレスラーを作る団体にしようと、そういうレスラーが活躍する団体にというようなことがきっかけです。 WMW ですね、これは最初いろいろ考えたんですよ。 WXW という候補もありましたしね、MWM、この3文字を、なんか考えなあかんなっていうのが最初にあったり、ね、したのもあったんです。それはちょっと置いといて、だからその精神は未だに引き継いでるというか、なので、新日本プロレスで今活躍するレスラーとかはあんまり作ってないんですよね。あんまり見てないっていうのもあるんですけども、さすがにこうやってプロレスのことをずっと追いかけつつ、YouTube のチャンネルを3年半ほどやってるわけですから、プロレスの情報をちょっと調べるときには必ず出てくるし、 YouTube のチャンネルのおすすめに新日本プロレスの煽り V とか、新日本プロレスが公式で出している動画、インタビュー動画とか出てくるわけでね、なんですけども、最近のレスラーはあんまり作ってないということですよね。本当数えるぐらいですよね。ただこの真田をじゃあなんで作ったのかっていうふうになってくると、新日本プロレスのなんかのイベント G1 クライマックスかなんかの決勝となんかが、この生配信かなんかが重なって、井伏浩太と真田の G1 のクライマックスの決勝をどっちが勝つか、ファイプのリングで、予想をしておきましょうかみたいなことを思いついてやっただけですね。それだけでやったんで、それだけで生まれちゃったので、本当申し訳ないんですけどね、真田ファンの方に、特にめちゃめちゃ思い入れがあってエディットしたわけではないというところですかね。もういきなりなんかこう、投げやりになっておりますが、ただもちろんね、見た目の部分なんかは、ダウンロードコンテンツとして登場しているのできちんとできていますし、そのサラダがきちんと使う技も作っているというようなことになります。問題はだからそのパラメータとロジックですよね。パラメータ
タートロジックはもちろん中身は見てるんですけども、まあ、何せその真田の試合をこれまでたっぷり見たわけでもないのでなんとなくでしかないというのと、じゃあ真田をそもそも好きか嫌いなのかというと、あのね、前回も多分そんな話をしたと思うんですけど、清宮海と宮原健と DDT の 竹下どっちか、このまあ3人若き、時代を担うレスラーたち、若手ではないか、まあでも今 AS 級のレスラーですよね、顔もルックスもいいし、器用だしプロレス頭も悪くないし身体能力も高いしと、ただなんかね、なんかあの泥臭さがないというかっていうようなイメージが僕の中にあるんですよね。それだったらあのなんかこう下手っぴでも一生懸命頑張ってる方が好感が持てるとかっていうのが僕の中にどうもあるんですよね。だからその大きな線引きで行った時に、さっき言ったその器用貧乏派にどうしても真田が僕の中で入ってしまうんですよね。まあ男前は嫌いみたいな、なんかそんなもうひねくれた完全な意見ではあるんですけども、男前というだけでなんか語ってくるみたいなね、なんかがどっかにあるんですよね。まあ確かにプロレス、あ、こういうの失敗したら喜んでしまうんですよね。なんかそういうのがちょっと僕の中で真田にあるというのが正直なところですね。ただまあ決して弱くはないですよね。さあそれに対してテリー・ゴディがどこまでやってくれるのか。さあ人間魚雷と言われた男、ナチュラルな力だけで持っていくパワーがあるんですが、サラダに完全にペースを奪われております。さあ試合時間は10分経過、どうだ、まだまだ余裕があるかテリー・ゴディ。まあ、あの14か15でプロレスデビューをしたという逸話が確かあって、ほぼ練習しなくてもそのナチュラルな怪な力っていうんですかね、力で、相手をぶちのめすことができるというような逸話が残ってるというのはプロレススーパースター列伝か、プロレススターウォーズかなんかその辺で培った、知識なので、適当に聞いておいてくださいね。僕の知ってるのはそんな感じということです。で、まあ、ご存知全日本プロレスで、スタン・ハンセンのタッグパートナーなどを、務めて、そのスタン・ハンセンとも対等に戦うようになったというようなことになりましたが、まあ、その昔の良きプロレスの流れを組んでしまったがゆえか、自分の体をケアすることはうまくできずっていうのがあって、まあ、短命で終わってしまったということがね、残念ながらあるんですけども、まあでもその今見てもやっぱりテリー・ゴディってかっこいいというかすごかったというか、ナチュラルなのにすごいっていうね、すごさがあったとは思うんですけどね。さあということですが、まあだから最新鋭のである真田と人間泥臭さを持ったテリー・ゴディというような戦いに僕は勝手にテーマを決めているというところですが、さあパワーボムでどうだ、これが必殺技のはず、あー決まった、あ、はい、今の曲確か僕の記憶が正しければ、YouTube の著作権に引っかかる曲でありましたので、無音になっていたら、そういうことだと、音楽の部分だけカットされててなんか聞きづらくなってたら、曲だけミュートが成功したと喜んでいただけたらと思います。というわけで試合時間13分56秒、パワーボムでテリー・ゴディが真田から3カウントを奪った試合でした。まあ、真田に攻めさせて最後はテリー・ゴディがきっちりと持っていくというようなことができたのかなと思いつつ、まあ、サウンダーも、ね、結局決して動きが悪いわけじゃなかったですからね、また今後、チャンスをつかむことがあるでしょう。さあというわけでここまでで1回戦の試合が全て終わりましたので、2回戦のレスラーが出揃ったということで、一応ザザッと読み上げておきましょうかね。そんなことせんでよかったんかな、まあいいか。堀部誠志、塩崎豪、
マイケル・ヘイズ、坂崎優香、ジェイソン負けたんですよね。でシャドウ WX、 スーパー宇宙パワー、鈴木秀樹、ビル・ゴールドバーグ、フレッド・ブラッシー、ミスティコ、清宮海斗も負けてしまいましたからね。岡林雄二、ハンス・シュミット、ザ・ロック、クラッシャー・バンバン・ビガロ、ここちょっとなんかあれですね、なんか時代を超えたアメリカン対決で、透明人間ミステロン対テリー・ゴディ、うわー、ミステロンと当たるレスラーは難しいかもな。さあというわけでどうなりますか、いきましょう。本日の6試合目、まだ時間余裕ありますね、いきますね。2回戦の第1試合となります、堀部誠志対塩崎豪の試合、お届けしてまいります。試合開始です。さあこうやってで、レスラーの数が絞られてきた中に堀部誠志がいるということは、勢いに乗ったらね、堀部誠志ね、決勝まで行きそうな気はしますね。いや、まあ勢いに乗ったらっていうのはみんなそうですよね、みんなそうですよね。堀部誠志のねファイトスタイルがね、この16人の中で多分一番異質なんですよね。まあ打撃と関節技だけ、で試合運びをしていくという、まあ骨法のスタイルそのままにいきますからね。で、まあ、前回もちょっと言いましたけどね、堀部誠志というのはなぜ、プロレスラーじゃないのにっていうのは、一応まあプロレスの歴史の中に骨法というものが深く関わっているから、新日本プロレスで一時期アントニオ猪木が傾倒したと、でそれで山田、船木、お前ら行けと言ったっていう、まあのがあったり、藤浪辰巳のドラゴンスリーパーはこの国宝が元になったとかね、まあいうようなことがいろいろあってというようなことでやったんですけども、それと同時に各ファイブル団体 WMW としては、の歴史の中でジャイアント問題、ジャイアント属性を持つレスラーが強すぎてどうにかならんかねっていうようなことの中から、じゃあジャイアントキラーを作ればいいんじゃないかということで白羽の矢が立ったのがこの堀部誠志。この国宝というファイトスタイルは、相手と組む前は当然打撃を狙います。で組んだ後、基本技、まあ言ったらダメージ小の技ですよね、小技、例えばボディーブローだったりとかトーキックだとか、堀部誠志が使うかどうかは忘れましたけども、まあ、そういう基本の技、これは、ジャイアント属性相手でも返される可能性がかなり低い、決まりやすい、で決まったら、相手がフラフラになったりする、そのフラフラの隙に浴びせ蹴りをかます、浴びせ蹴りを決めて倒したら、その後関節技に行く、それの繰り返しでジャイアント属性、ジャイアントアンドル・ザ・ジャイアント、ジャイアント、ババンなどを倒せるんじゃないかというようなことの発想で出来上がったレスラーというか格闘家という体なんですよね。なのでジャイアント属性には強いかもしれないけど、他の普通のファイトスタイルを持つ、試合運びをするレスラーには、強いかどうかというのはやってみなきゃわからないというところがあるんですよね。だ強い相手になればなるほど力を発揮する堀部誠志みたいなイメージがもしかしたらあるかもしれませんね。だこうやってロープに振られたりラリアットとかを食らったら一発で3カウントをおーカウントに出るというようなことはあるということですね。さあそういう目で見ていただければと思います。さあ試合時間は間もなく、あいや6分経過というところですかね。さあか、まだ試合始まって6分ですが、塩崎豪のラリアットでカウント 2.9 まで来ましたので、まあ、1回戦のダメージがあってということになるでしょう。さあ再びロープに走ってラリアットが決まる、今なんとか堀部誠志避けようとしたんですけども食らってしまった、カウント 2.9。 さあこれを食らい続けたら堀部誠志北方はこれで終わるのか、またこれも北方にはない技、ムーンサルトプレス、カバーにはいけませんでしたがダメージは確実に入ったでしょう。さあ投げっぱなしジャーマン、いやジャーマンホイップか。さあしかし国宝もそう簡単には負けない、目つぶしという超汚い手も使ってでも勝つ、もうこうなったらというところでしょうかね。さあそしてこのドラゴンスリーパーをしている時の堀部誠志の顔が何とも言えないんですが、さあ前蹴りで止めたいところですが、居合抜きのラリアットで、剛腕ラリアットでどうだ、あでももうこれ徹底してドラゴンスリーパー、いやもうドラゴンスリーパーしかなくなってしまってるか、
塩崎号ちょっとスタミナ切れ、ドラゴンスリーパーでスタミナを奪われたか。ここは回復を優先。さあこのスタミナ切れを制した者が、あーはいキックを出していく。堀部選手も攻める手を止めない。うーんどうだ、再びスタミナ切れになるか。スタミナ切れを乗り越えたらなんかね強いっていうのがね前からちょこっと言ってる、何の根拠もないですけどね。ずっとこうやって毎日試合を見ていって何百試合も見てきてそう思うというだけでね、何の根拠もございません。さあ後頭部へチョップ、回転チョップからもう一発いくか。ラリアットを決めていく。さあこういう技を来られるとちょっと苦しいか。打撃でその後どうだ。うわさあこれは勢いに乗ったんじゃないでしょうか、堀部誠司。塩崎豪のラリアット、剛腕ラリアットに苦戦しながらも3回戦進出決定。試合時間10分17秒、ストラングルホールドアルファですね、で堀部誠司が塩崎豪からギブアップを奪った試合でした。いやーこれは怖い男が着々と勝ち上がっていくということですね。さあもう1試合いきましょうかね。2回戦の第2試合、本日の7試合目となりますが、マイケル・ヘイズ対坂崎優香の試合いきましょう。なんとかなるでしょう。試合開始です。さあというわけで、まあちょっと気持ちを改めて、まあ、マイケル・ヘイズ前回誰に勝ったんだっけな、あゲイリー・オブライトに勝ったんですね。だからこうなんかオールマイティに戦えるファイトスタイルで、うまくバランスが取れてるっていうタイプじゃなかろうかと。そんなめちゃめちゃ強くするつもりで作ったないこと、強くするつもりで作ってないのに出来上がったら意外と強かったのでどうしたもんかいなと思ってるところがあるマイケル・ヘイズ。そして1回戦でゲイリー・オブライトをゲイリー・オブライトが負けるのはまあ意外性はないんですけども、坂崎優香が破った相手がジェイソン・ザ・テリブル、ジェイソン・ザ・テリブルということで、こちらは意外性の塊ということで、優勝候補と目されててもおかしくなかったジェイソンを破ったという実績を残しているわけですね。まあ、空中殺法をスピードとテクニック丸め込みで言ったら完全に坂崎優香の方が上なんですけども、この1回戦戦ったダメージを引きずっての戦いとなると、マイケル・ヘイズの方がちょっと有利じゃないかなっていうのが戦前の予想として一応挙げておきたいと思います。さあ可愛い顔をしてえげつない技をたまに使ったりする坂崎です。そんなこともないかまあまあ飛び技をね、使ってくる坂崎優香、魔法少女的なキャラクターですがよくは知りません。今でもまあ東京プロレスで、ベルトをかけて戦うかベルトを守ってるかぐらいはやってるというようなことですかね。まあでも最近あれですもんね、コロナの影響で日本人レスラーで AEW に上がってるレスラーがいけないっていうのがありますからね。まあそれよりも女子レスラーを最近作ってないという、もうちょっと女子離れが激しすぎるんですけどね。あんまりでもなんか最近作りたいなと思うレスラーもね、まあ、いないこともないんですけどね、なんかそれ以上になんかこう女子に行かないというようなところはなんかあるんですけどね。さあまあまあこれはもう、早い決着が起きそうなので試合の方に集中していきましょう。さあドロップキックから足を攻めていく。マイケル・ヘイズも4の字固めを得意とするのでお互いこう相手の足にダメージを与えていくという試合運びになるか。さあこのやっぱ早いですよね。なんとか今避けましたねでもマイケル・ヘイズ。さあおいいですね。マイケル・ヘイズがねちょっと強いのはね、こういうパフォーマンスをねロジックに組んでるのがね意外とね効いてたりするんです。なんかちょっとしたことなんですよね。なんでこいつ強いんやろうってたまになるのはね。さあローリングクレードル静かに回していきますね。さあこれはカウントが入る。ああカウント1ですね。ということはやはりマイケル・ヘイズの方がまだかなり余裕を持ってるか、その余裕を崩
崩していくか、坂崎優香のハイフライフローから、あーでもそう簡単にペースは渡さない。マイケルヘイズスイング式ネックブリーカードロップからコブラツイスト、こういうネチっこいファイトスタイルなのはマイケルヘイズ悪くないですよね。どっちかって言ったらこうちょっと毛色は違うかもしれませんけど、リックフレアみたいな、ファイトスタイルというかね、まあ相手にこう技を受けつつ隙を狙って、ラフ殺法で試合をひっくり返したりとかする試合運びはやっぱりうまさがあったんでしょうね。まあ、テリーゴディとファビュラスフリーバーズとして、ユニットを組んでいたけども、テリーゴディのようなあのなんか特艦ファイトという特艦ファイトではないか、あのゴツゴツしたファイトスタイルではないところがありましたよね。試合運びには定評があったと。ただそれをハイプロでどこまで再現できているかは自信はないんですが、出来上がったものは意外とそうなってるなというようなところ。さあでもカウント、おー、カウント 2.9 もできましたね。今のはスライディングラリアットでしたよね。あの技でもなかなか3カウントを奪うのは難しいんですが、さあ返す刀と言ってもいいでしょうか。逆にマイケル・ヘイズはランニングネックブリーカードロップで、坂崎優香は3アミゴスからの何か何を狙う、おお、これがあれですよね、確か必殺技ですよね、旋回式のボディープレス、旋回式じゃないかな、横回転式って言ったらいいのかな、ちゃんとした技の名前がありましたけど、スターダムのあの誰かが持ち込んだ、持ち込んだってことですね、名前出てこない、あのマスクした人ですよね、出てこへんから怒られそうだけど、まあいいか、はい、あの人です。さあというわけで、あ、カウント 2.9、この DDT がマイケル・ヘイズの必殺技でしたね。これが出るということはちょっと坂崎優香苦しくなったか。そういえばこの F ブロック女子レスラーがほとんどいなかったんですよね。で、まあ今回100名女子レスラーが、混ざっているんですけども、準決勝まで行って、前回あれどこまで行ってましたか、それも今度見てたら急に試合が決まってそうな気がするから怖いけど、結局準決勝にデビル雅美がたどり着いたけども、決勝までは手が届かなかったというところですから、まあ唯一このブロック坂崎優香がその夢を叶えることができるのか、まずは決勝ステージというところ、決勝戦に、駒を進めることができるかというところ、まあその相手、にはちょっといろんな難敵が多いということでしょうね。先ほど勝った堀部とも戦わないといけないというところ、いやでも堀部制したい坂崎優香とちょっと見たい気もするんですけどね、ハイフライヤー相手に堀部選手がどんな戦いを見せるのか。さあその前にマイケル・ヘイズを打ち破れるか。さあどうだ、スワンダイブ式、あーいいですね、ダブルニーアタックですね。さあここから、あーカバーに行く、そういうちゃんとロジック組んでる、えらいの、おーカウント 2.9。 さあ手数では坂崎優香が上回っているような気がしますが、それはマイケル・ヘイズの余裕なのか、このパフォーマンスがそれを示すのか。ラリアットからの4の字固め、さあどうだ、坂崎優香ロープには遠い、なんとか耐えた。試合時間は間もなく15分、 DDT を決めていく、この辺は一気に決めていくか、カバーに行った、うおー坂崎優香まだなんとか耐える、なんとかもう一つ技を加えないと坂崎優香に勝ち目はないでしょう。マイケル・ヘイズがちょっとにやりと余裕を見せているような気がするのは私だけでしょうか。サナ、そのもう一手が決まった、あー決まりましたね。いやーすごいな、
この曲は大丈夫だかな。はい、というわけで試合時間15分42秒、結局何度の技か分かりませんでしたが、坂崎由香の必殺技、本当はあれ、スワンダイブ式でいくんですよね。リング中央やや手前ぐらいに寝かせた相手に対して、コーナーとコーナーの間からスワンダイブ式、エプロンから、スワンダイブ、ロープにトップロープに飛び乗って、そのままムーンサルトするわけでもなく、前回転をファイヤーバードみたいに回るわけではなく、横回転しながらボディープレスを決めていくという技ですね。まあ本当は多分そういう技もあるんでしょうが、今はコーナーからの技として決めさせてもらってます。というわけで坂崎由香がこれにて3回転進出決定ということで、マイケル・ヘイズ、まあまあね、負けちゃいましたね。はい、というわけで、今日はこの辺で終わっておきましょうかね。次回はこの試合からということで、シャドウダブル X 対スーパー宇宙パワーの試合ということになりますが、鈴木秀樹がどこまで勝ち残るか僕は個人的に注目したいと思います。ビル・ゴールドバーグとね、ディスってた鈴木秀樹が、その党の本人からやられるのか、やはり、言ってた通り鈴木秀樹がビル・ゴールドバーグを、くっちゃんくっちゃんにするのか楽しみたいと思います。というわけで本日もこの辺まで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。今日はこの辺で終わりましょう。明日もお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございます。ではまた。